昭和16年12月8日日曜日を狙った日本軍の真珠湾奇襲攻撃は成功して、アメリカ太平洋艦隊の主力は短時間のうちに壊滅した。海戦の壁頭に真珠湾を奇襲攻撃する作戦は、国力に劣る日本が長期戦を避け短期決戦を狙ったものであった。しかし国際法を無視したこの作戦は、リメンバーパールハーバーの言葉とともにアメリカ全国民の戦意を著しくかきたてることになった。大本営陸海軍部発表、12月8日6時帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れ、臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部、12月8日午前6時発表、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり、活発たる大戦果を上げ、彼らが故障をする包囲陣はたちまちにして現に大動揺をきたしておるのであります。まことに東亜民族の希望の躍動するを御用のであります。当時7200万の国民の多くは、大国アメリカを叩いたという初戦の戦果に興奮し、各地で進んで献金や献納運動が繰り広げられた。17年2月には大東亜戦争戦勝第一次祝賀国民大会が開かれ、待望生活の中で酒、菓子、小豆、ゴムマリなどが配給された。1月31日炎症ルート最後の拠点、南軍防衛の第一線、対ビルマ国境のガガタル山脈をより夜間ごとき炎熱を犯し、人も会話の密林地帯に排斥を給水、数日間にわたって自動り不眠不休の強行作戦を敢行しました。部落に入ればビルマ住民の行軍に示す行為は意外に大きく、彼らは喜んで機銃の手入れに、いたいけな子供は水筒に水を汲むなど、将兵の疲れをねぎらうという艦隊ぶり。中には自転車のタイヤに空気を入れてくれる住民もあります。さらに回送する敵を給水してサルビン下半に到達、地点目上げて十字砲火を浴びせれば砲弾は見事命中する。それぞ皇軍落下傘部隊が大東亜戦争の第一線に初めて登場した歴史的感激の一瞬。パッと一斉に開いた大輪の花、今純白の落下傘は見事に開いて、一体また一体と相次いで紺碧の空を天下る。当時連合国はヨーロッパ戦線に兵力の大半を割いていたため、日本軍は抵抗らしい抵抗を受けることもなく進行していた。日本の東南アジア侵攻作戦の大義名分は、アメリカ、イギリス、オランダの植民地を攻撃してアジアの人々を解放するというものであった。
しかし実際はこれらの国々にあるゴムや石油などの豊富な資源を手に入れることであった。開戦2ヶ月でアジアにおけるイギリスの最大の拠点シンガポールが陥落。パーシバル司令官以下9万のイギリス兵が降伏した。時に2月15日、ついにイギリス軍は我が軍門に下る。発起を深めた敵将パーシバルは、指定せられた会見の場所、フォード自動車会社跡に小然たる歩みを進める。やがて我が山下最高指揮官もこの場に到着。山下将軍は誤飛するどく、即刻の返答なくば全軍に命じて猛攻撃を開始する。それでもよいかと詰め寄る。パーシバルは答えに窮し、しばらく躊躇の色を東伯の面上に漂わし、敵将の返答を待つ山下将軍はこの一瞬の沈黙を破るように、無条件降伏か、イエスか、ノーかと最後の決定を促す。敵将も心に立ってついに意を決し、日本軍の要求を全面的に受け入れることになった。シンガポール落ちて1億国民のたぎり立つ感激が席を切った戦勝第一次祝賀の日、2月18日の暁かけて続々参集した敵士の群れは球場前広場を埋め尽くし、政治の万歳を唱え立てますれば、午後1時55分八国も大元帥陛下には御軍将も御りりしく、弱い橋が一部にさせられ二重橋に出現を適正を捧げ立て祭る民草の勘古に応えたもう、見た見割れ生ける印あり、一点万丈の大きみを間近に配し立て祭る民草の感激ここに極まる。戦勝ムードに沸く中で戦時体制の強化が急テンポで進められていった。17年4月にはいわゆる翼賛選挙が行われ、文字通り一国一党の状態となった。また愛国婦人会、国防婦人会などが統合され、大日本婦人会が発足した。一方、講和の名峰中華民国の首都南京においても慶祝大会は盛大に挙行され、折からの旧正月に一般市民の祝賀の波は嫌がる上にも高まり、日華提携親善の感激風景を見せました。これは当時政府が太平洋戦争における日本の正当性を訴えるために制作した国策宣伝映画である。平和な南方の国々を踏みにじって、長年の間原住民たちを苦しめに苦しめてきたもの、これは米英蘭の鬼どもでありました。この苦しみの最中にあって、彼らが心から待ち望んだ輝かしき光、力強き命、これは我が日本であったのです。当時東南アジアの人々に向けてこのような映画や雑誌が数多く作られた。
日本は東南アジアの各地に初等教育の学校を作り、現地の人々の教育に乗り出した。しかしその教育内容は日本の文化や習慣を一方的に押し付けたものか、戦争遂行の手助けになるものに限られていた。豪豪たる工作機械に響き、ここはジャワに新しく開かれた工作学校です。厳格な先生でもあり、また優しい兄さんでもある兵隊さんから訓練を受けるこのジャワの青年たちは、大東亜の次の時代は僕らの手でと一心不乱の練成の甲斐あってか、成績は上々と指導に当たる兵隊さんを痛く喜ばせています。ベアリング、はい、ベアリング、はい、締め、締め付けボルト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 、さま見てろ、締め付けボルト、締め付けボルト、いや。東南アジアをほぼ手中に収めた日本軍はさらに戦線を拡大した。北は極寒のアリューシャン列島から、南は赤道を越えた太平洋の島々まで、総数700万を超える兵力を投入した。一方、中国大陸では陸軍の主力が日中戦争から引き続き泥沼化した戦闘を展開していた。ヨーロッパでは昭和17年に入ると同盟国ドイツが次第に苦戦を強いられるようになっていた。日本は同盟国としてのドイツに大きな期待を抱いていた。ヨーロッパでイギリスが屈服すればアメリカも戦意を失い、戦局が有利になるという判断であった。太平洋の島々で進撃を続けていた昭和17年4月、空母ホーネットを飛び立った B25 爆撃機が突如東京、横須賀、名古屋、神戸を爆撃した。被害は軽微なものであったが、予期せぬ初めての本土空襲は人々に大きな衝撃を与え、防空演習が頻繁に行われるようになった。立てない僕たちは、いざという時少しでも大人の足手まといにならないよう防空訓練を積んでいる。防空壕は私たちの手でと、隣組の奥さんや娘さんを動員してモンペ姿も海外しく防空壕を作りました。一朝有事の際は年寄り子供を避難させる若い者の嬉しい心意気であります。国民生活は日を追って苦しくなっていった。昭和17年に入ると物資の不足は食料、医療、燃料など日常生活のあらゆる面に及んでいた。人々は欲しがりません勝つまではを合言葉に苦しい生活に耐えた。老いも若きも男も女もみんなが手軽に健康増進を図るのには体操が最も手っ取り早く効果的です。1、2、3、4、5、6、7、8、少しぐらい具合の悪いのは吹き飛んでしまいます。戦いの最中に健康を増進するのは我々の務めであります。
遠く太平洋の北の果ての地区を守っておられる勇士の皆様、お元気でいらっしゃいますか。北洋と申しましても、私どもにはちょっと想像もできないくらいでございましたが、底知れぬ濃霧と骨を沈弱減産のため、ほとんど無人の島であることを知り、零下45度もあるという北満の果てと地図を見比べては、どのようにかご苦労なさっていらっしゃるかとお忍び申し上げ、私どもの平和な日常を思い、もったいないとの涙も生まれるのでございます。開戦以来、政府は国民に対して戦争に関する一切の疑問や批判を封じ、ひたすら戦争への協力だけを強く求めた。そんな中で作家や詩人は戦争を賛美する作品の発表を求められ、画家は従軍画伯として動員された。当時のアメリカは鉄、セメント、電力、石油など日本の5倍から数百倍もの豊富な資源を持ち、裾野の広い工業力と大量生産体制を誇っていた。近代戦では航空機が勝負を分けることを見抜いていたアメリカは、開戦後直ちに年間10万機の航空機量産体制を作り上げた。その頃、日本の航空機生産力は年間2万8000機。しかも生産力の差は年を追って開く一方であった。昭和17年6月、本土防空の哨戒線をさらに東に広げるため、海軍はミッドウェー攻撃作戦を開始した。連合艦隊の総力を傾注した大規模な作戦であった。ところが日本の攻撃計画は暗号解読によって事前にアメリカ側に知られていた。この頃すでにアメリカでは暗号解読用の電子兵器の開発が進み、レーダーも実用化されていた。連合艦隊はミッドウェー島の北方で待ち伏せしていたアメリカ機動部隊の攻撃を受けることになった。アメリカの機動部隊は日本の航空母艦を爆撃することに全勢力を傾けた。アメリカ側の作戦は成功し、連合艦隊は大切な空母4隻と戦闘機322機、それに貴重な熟練パイロットを含む3500名の将兵を一挙に失った。ミッドウェーの戦いを境に戦争の主導権は日本からアメリカに移った。大本営は国民への悪影響を恐れて、この大敗を互角の戦いであったと発表した。
太平洋戦争中800回を超える大本営発表が行われたが、その多くは内容が歪められ、国民に真相が知らされることはなかった。今皇国日本は空が変わるかの大戦争中であります。この戦争には一時かじりついても勝ち抜かなくてはなりません。僕たちは荒鷲志願の学童部隊、憧れの火縄となる日に備え、猛訓練の絶え間の日々の繰り返し。後ろ、前、右、はい、左。希望はもう大空の戦いを夢にまで見て駆け巡る。空だ、鉄線は空だ、大陸の空、太平洋の大空だ。ベイキをやっつけろ。さあ、そのためにもう一踏ん張りの訓練だ。はい、3、5、7、10、12、15、17、20。はい、何機ですか？26機であります。建設部隊を乗せた輸送船がニューギニアの基地を目指して進んでいます。この中には固い決意を胸に、懐かしい内地を後にしたけなげな日本女性の一団も加わっています。我が制圧下にあるとはいえ、今なお硝煙低く垂れ込め激戦続く南太平洋、油断は絶対禁物です。長い航海を終えて無事基地へ到着した一行をたくさんのパプア人が出迎えています。女子挺身隊の中からも志願者が前線の南の島々へ次々と送り込まれていった。彼女たちの南の建設への第一歩が踏み出されました。ミッドウェーの戦いを境に、南太平洋の島々ではガダルカナル島を中心にアメリカ軍の猛烈な反攻作戦が展開された。補給線を断たれたガダルカナルでは、飢えとマラリアなどの熱帯病とで1万1000人の将兵が次々と死亡していった。またニューギニアの島々でも多くの日本兵が孤立無援のまま玉砕した。昭和18年4月、前線視察中の山本五十六連合艦隊司令長官は、その行動をアメリカ軍に察知され、ソロモン諸島上空で戦死を遂げた。山本五十六提督の英霊郷土、永遠に感静まる。限りなき憤りと敵撃滅の決意を込めて、一億国民深き哀悼のうちに、ああ我ら腹からの腹渡をえぐる。自分たちの手でやっているのだと思いますと、何とも言えない感激でいっぱいでございました。憎むべき米英を必ず必ず撃滅してくださいませと、一つ一つに無限の祈りを込めまして、最新の注意を払って取り扱ったのでございます。若き乙女たちが油に染まって旋盤やフライス盤に取り付き、工作機械技術の習得に励んでいる。新しい時代が戦争とともにやってきた。こうして新たなる日本の女性美が工場の真っ只中から生まれてくるのだ。きれいに見上げてあげる。
営ではすでに1300万の女性が生産に従事している。これに対し日本女性の覚悟は良いか。前線で父が兄がそして弟が船を飛行機を送れと叫び続ける行為をしっかり胸に、その持てる勤労の全てを尽くして勝ち抜こうではないか。麹町区の女子挺身隊、この挺身隊には両家の子女も進んで参加した。男の全てが戦場に血みどろの戦いを繰り返している時、我ら15女性のなすべきことは何か。愛国の熱情に燃えたぎる日本女性であれば、誰もが進むべき道、それは男子に代わって血栓増産への勤労への道である。昭和18年9月、政府は理髪師、販売店員、車掌、出札係など17の職種に男子がつくことを禁じ、25歳未満の未婚女子による勤労挺身隊を動員した。飛行機は量の生産を図るだけではまだ十分ではない。質の上でもアメリカの飛行機をしのぐのだ。日本的タクトシステムは量と質の双方で敵米英を撃滅するのだ。今は航空決戦の時なんです。アメリカに負けないような立派な飛行機や数をたくさん作って大東亜戦争を勝ち抜くように頑張ってください。はい、はい。敵は今、量を頼んで総反攻を企てる。一機でも多くの飛行機を前線へ。少年たちも飛行機工場に挺身、苛烈なる航空決戦に参加している。中学校では学校の授業に代わって軍需工場へ動員されることがごく当たり前になっていった。地方の中学生は農村に動員された。働き手を全て兵士として送り出していた農村は深刻な労働力不足に見舞われていたのである。昭和18年には徴兵年齢が20歳から19歳に引き下げられた。また当時日本の統治下にあった朝鮮や台湾の人々までも徴兵されるようになった。軍隊伝道の結果は報酬オーバー。昭和18年9月、ヨーロッパで同盟国のイタリアが降伏した。同じ同盟国のドイツもソ連軍と連合軍の反撃を東西から受けて苦しい戦いを続けていた。本日ここに海軍予備学生として栄えある入隊をすることを得ましたな。我々自身並び家族はもちろん学徒として喜びに耐えないのであります。この上は自衛先進高校の誠を尽くし米英撃滅の決意を固く誓うのであります。あれ東京帝国大学院科77校〇〇名、これを送る学徒96校泉5万名、今大東亜決戦にあたり深く入隊すべき学徒の陣中の姿勢を傾け、その決意を高揚するとともに軍供給を祈願する出陣学徒同行の会は、秋深き神宮外苑競技場において大しくも、そしてまた昨日も展開されております。同時に広く各大隊名を表したる小旗を着線に結び、今堂々たる分裂行進は富山学校文学隊の勇壮なる行進曲に乗って続けられていきます。昭和18年10月、理工科系と教員養成系を除いて大学生の徴兵猶予が停止され、
7万人の学徒が戦場に向かった。働き手を失った農村では生産力が半減し、食料不足が深刻になっていた。政府は食料増産応急対策要項を決定。公園や緑地帯、ビルの屋上までもが庭か作りの畑となった。食料問題はますます重大化してきたのであります。すなわち国民一同の活動が増せば増すだけ、そこに食料を多量に供給しなければならないのであります。私は職務上国民に食べさせてうんと働いていただきたいのであります。中んずくかぼちゃのごときは最も面積を要せず栄養に富み、実際に適応するのであります。木造船、木製飛行機、戦争は木材を一躍軍事物資の花形として登場させました。ことに日増しに進む科学の力は金属に勝る強度を木材に与えることに成功。ここに木製飛行機は大量生産の容易な点、電波探知機に落とされぬ利点と相まって、その前途は揚々たるものがあります。軍事用資材の不足も深刻であった。航空機や船舶の生産は目標に達せず、木造の飛行機さえ作られた。昭和19年6月、アメリカ軍はついに本土防衛の重要拠点であるサイパン島に迫った。大砲も戦車も失った日本軍は洞窟に立てこもって持久戦を展開した。しかしアメリカ軍の圧倒的兵力の前に4万の将兵と1万の民間人が全滅した。昭和19年7月、東条内閣が総辞職、代わって陸軍大将小磯国昭を中心とする内閣が成立した。しかし戦争遂行の方針は変わることがなかった。戦争の初期に日本軍が占領した南の島々は昭和17年の半ば頃から次々に奪い返されていった。19年7月、サイパン島に続いてグアム、テニアン両島が陥落。10月にはアメリカ軍はフィリピンのレイテ島に上陸を開始した。マッカーサーとニミッツが率いるアメリカ軍の包囲網は本土に迫っていた。昭和19年10月、日本軍は神風特攻隊をレイテ沖に出撃させた。これは爆弾を抱えたまま敵艦に体当たりするという捨て身の戦術であった。操縦を覚えたばかりの学徒兵や少年航空兵など20歳前後の若者たちが再び帰らぬ大空に消えていった。
山の上の警戒機が敵機来襲を発見した。探知機は直ちに活動を始める。このように重要都市の防空は一層完璧を着せられている。しかしこの網の目をくぐって来襲する敵を覚悟せよ。敵はマーシャルをけがしマリアナ群島にやってきた。空襲に待ったはない。この空襲に弱点をさらす我が国の都市、敵の不尊なる人にどうして対抗するか。いわく都会、都会は敵の来襲に備える15の戦闘である。街中にある工場を空爆による火災から守るため、工場の周囲の民家を取り払わねばならない。重要工場付近の家に都会の命令が下される。木造家屋の連なっているところには1キロないし2キロの間隔で防火帯を設ける。これが徹底的に行われて初めて強力な防空都市が出来上がるのである。まことに手遅れになった都会は無意味なものである。都会は今一刻一秒を争うほど急がれている。この急場にあたって動力や資材が不足していることも、国軍をかけた戦時下当然のことである。しかしこのような都会の哀悼、都会する人や周りの人々の工夫と協力によって力強く押し広げていきましょう。荷造りや駅までの運搬には隣組や女子青年団、勤労報告隊が力を分け合い、荷造り資材も手分けして探したり工夫したりして、敵を前に控えた重要工作の目的を一日も早く達成しよう。昭和19年8月、東京をはじめ大都市で学童の集団疎開が始まった。軍の検閲を受けて上映された当時のニュース映画には別れを悲しむ親子の姿は描かれていない。山梨県の東京中野区千住疎開学園、ここは武田信玄の菩提寺恵林寺である。ご清聴、はい。本州と九州の握手だ。日本最初の海底トンネルだ。お母さん、まるでおとぎ話のようね。素晴らしい。午後のひととき、私たちは涼しい日陰でお手玉やお人形を相手にみんなで仲良く遊びます。アメリカはサイパン、グアム、テニアンの各島に日本本土の爆撃に向かう B-29 爆撃機の基地を設けた。日本全土が B-29 の爆撃圏内に入ることになった。昭和19年11月24日、70機に上る B-29 が東京に向けて飛び立った。本格的な本土空襲の始まりであった。爆撃は当初の軍需工場を目標とするものから、やがて無差別焼夷弾攻撃に変わっていった。防空演習で学んだバケツリレーなどの消火作業はほとんど役に立たなかった。昭和20年2月、硫黄島が陥落。本土爆撃の飛行距離は大幅に短縮された。3月9日夜から3月10日の明け方にかけて、東京は B-29-334機による大空襲を受けた。
雨のように降り注いだ20万発の焼夷弾によって23万戸の家屋が焼け、死者は10万人に及んだ。初めて空襲に遭った昭和19年11月から終戦に至るまでの10ヶ月間、本土を襲った B-29 は延べ1万7千機に及び、東京、大阪、名古屋、神戸など計58の都市が焼け野原となった。昭和19年10月、アメリカ軍の攻撃目標は沖縄に向けられていた。敵機動部隊発見。この解放を受けて我が特攻隊は直ちに出発。昭和20年3月、アメリカ軍は1000を超える艦船と18万人という圧倒的な兵力を持って沖縄攻撃を開始した。沖縄本島の防衛には7万8000人の将兵が当たっていたが、その他に男女中学生を含む2万8000人の県民が義勇隊として動員された。海風特攻隊、水上特攻隊、日本は残された全勢力を投入して立ち向かった。その捨て身の戦法はアメリカ軍に少なからぬ損害を与えた。20年4月1日、アメリカ軍は沖縄本島に上陸を開始。激しい地上戦が始まった。県民の全てが戦争に巻き込まれ、中学生や女学生までが伝令や看護婦となり、軍隊と運命を共にした。この戦闘で将兵11万人が戦死、本島住民の3分の1にあたる20万人の民間人が死亡した。まだ激しい戦闘が続けられていた4月5日、小磯内閣が総辞職、鈴木貫太郎内閣が成立した。ようやく戦争終結への動きも出始めていたが、公の席では相変わらず本土決戦が唱えられていた。5月8日、ヨーロッパでは同盟国ドイツが降伏、日本は完全に孤立した。7月26日、ベルリン郊外のポツダムに集まったアメリカ、イギリス、ソ連の三国首脳はポツダム宣言を発表して日本の無条件降伏を迫った。日本政府はポツダム宣言を受け入れず、相変わらず本土決戦一億玉砕を唱えていた。
8月9日、長崎に第二の原子爆弾が投下された。広島、長崎合わせて20万人を超える人々が犠牲者となった。しかしなお指導者の間ではポツダム宣言受諾の条件をめぐり意見が対立し、結論を出すには至らなかった。8月14日御前会議において、ついにポツダム宣言受諾が決定し、日本の無条件降伏が決まった。昭和20年8月15日、3年8ヶ月に及ぶ太平洋戦争は終わった。各世代の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって時局を収集せんと欲し、ここに終了なる断じ臣民に次ぐ臣は帝国政府をして米英士と四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。この戦争でおよそ300万人の命が失われ、日本列島の4つの島には疲れ果てた国民と廃墟となった町や村が残されていた。